乙女の港は、川端康成名義の長編小説。川端の少女小説として、連載発表されたが、今日では、当時川端に指示していた新人の主婦作家、中里常子の総庫に、川端が校閲、過失指導を、手直しをして完成させた、共同執筆の合作だったことが判明している、作品である。花選び、牧場と赤屋根、開かぬ門、銀色の肛門、 高原、秋風、新しい家、浮雲、赤十字、船出の春の全獣章からなる。横浜のミッション系女学校に通う女学生たちの交友関係を綴った作品で上級生と下級生が疑似的な姉妹となって交際するという当時の女学生の間で広く行われていた S という風習について描かれている。なお、作品の舞台は、 明確には書かれていないが、地名や風景描写から横浜市であると考えられている。1937年、少女向け雑誌、少女の友6月号から翌1938年3月号にかけて10回連載され、同年4月1日に実業の日本社より単行本刊行された。正確な発行部数は不明だが、初版から5年目で47冊に達しており、 連載から初版観光までの期間もすぐで、当時の人気ぶりが伺える作品である。乙女の港は、川端康成の単独作として発表された作品だが、審判、川端康成全集補完2で発表された、中里常子との往復書簡で、中里の総校に、川端が公閲、過失指導を、手直しをして完成させていたことが示唆されており、 中里の才能を早くから認めて、執筆指導していた川端と、中里が川端に全幅の信頼を寄せて、下書きをしていたことが伺われ、共同執筆の合作だったことが今日判明している。問題となっている川端と中里の書簡のやり取りは以下のようになっている。なお、中里の倉庫の一部は、死後の1989年に見つかっている。 1937年9月14日付、け、川端康成から中里常越え、乙女の港はだんだん文章が荒くなり、書き直すのが難しく、書き直すということは、うまく参りませんゆえ、なるべく初めの調子でやつていただくと助かります。お書きになるのに、もし今が薄れてゆくようでしたら、早く切り上げ、別のものを、また連載するようにしても、こちらは結構ですが、受けている、様子ゆえ、 なるべく続けていただきたいと思っております。みち子は港に帰って、ようの心の戻るのに、少し曲折あり、この三角関係少し揉めた方が、つなぎやすいかと思いますがいかがですか。かつこの天下あっても良いかと思います。川端康成より1937年9月18日付、中里つ子から川端康成へ、乙女の港を言葉通り注意いたしませう。 どんな風に書いても、うまくな干してくださるこんなわがままな考え方が私にあるからかもしれません。一回分終わり二回目の10枚まで進みましたが、お手紙拝見してな干すつもりになりました。22日頃まで、もし間にあはねば一回分だけお送りいたします。佐藤常子より1937年10月16日付、川端康成から中里常子へ、軽井沢が二度続き、 話の進みも山も前とあまり変わりませんので少し工夫してだいぶ書き換えました。戦争は入れないこととし戦前のつもりにしたいと思いますがいかがですか最初のような調子でなるべく願います。川端康成より1938年9月17日付、中里つ子から川端康成へ今日少女の友会費、花日記にかかります。これは 自分でも書いていて楽しみです。もちろん虚構の人物ですけれどもその人物に私の思っていることをみんなさせているせいかもしれません。佐藤常子よりこういった経緯のある乙女の港について川端が筋を支持して中里が書き、川端が徹底的に手を入れている作品であるから中里の大作ではないとする内田静江のような意見に対して小屋の厚紙は筋立てが 中里のものだと推測して、中里つねこ作と表記すべきだと主張し、川端作として刊行する出版社を批判している。下條正澄は、これらの資料からは、どの程度が中里の筆によるのかは不明であるが、中里が横浜市のミッションスクール、横浜高ラン女学校の卒業生であることから、中里自身の体験に基づく。 女学生文化や女学生の言語を下敷きにした描写がなされていると推測している。この件を本格的に研究している中島信子は発見された中里の倉庫や二人の書簡のやりとりを分析し、そこには川端の新人作家を導くという指定関係にも似た交流に支えられた作品の成立過程が見られるとし、乙女の港は 中里による下書きがあって成立した作品ではあるが、川端の開口により文章表現が改善され、作品に広がりや彩りが添えられて、テーマも明確となった作品であり、そういった文章の方法が、総稿のやりとりから見て取れると解説している。同じく本格的にこの件を研究している、大森育之助は、この書簡の一つ前段階として川端が中里へ、 副案が伝えられていたか否かは不明であると、前置きした上で、川端の様々な作品で女性の同性愛への文学的な思考が垣間見えることから、乙女の港の同性愛モチーフが、川端の発案だった可能性も考えられるとしている。その根拠として、大森は中里作が濃厚な花日記の方が、同性愛の完成度が低く、川端が開校した乙女の港や、 完全な川端本人作である美しい旅の方がより同性愛要素が高いことと乙女の港の第六章の軽井沢の部分は川端の過筆であることが馬場茂義行によって示唆されていることなどから最終的には全体として川端が自作し得るものになっていたと考察している。孫博士は文章のパターンから共同執筆と結論を出している。 ミッションスクールに入学した大河原道子は5年生の八木陽子から花としを4年生の勝子から手紙を送られる。自分がなぜ上級生からそのようなものを送られるのか理解できない道子に対しクラスメートの京子は S という風習について教える。京子は幼稚園の時から同じ学園に在籍しており、道子に学園の事情について学校の帰りに教えると伝えるが、 道子はようこに誘われるままにようこの家の自動車で自宅まで送ってもらい、それが縁でようこを姉として慕うようになる。しかし、その頃からようこに関する悪い噂が校内に流れるようになり、道子とようこを苦しめる。夏休みに道子は、おばとともに、秘書のために軽井沢へと赴くが、道子はそこで勝つこと再会する。 勝子の熱烈なアプローチを断りきれず、勝子と軽井沢を散策するうち、美智子は、洋子とは異なる魅力を持つ勝子にも惹かれるようになる。夏休みが終わって学校が再開されると、勝子はことさらに、美智子との親密ぶりをアピールして、洋子を苦しめる。また、美智子も、自分をめぐって洋子と勝子が対立することに、苦しむようになる。ありがとうございます。